人チームがですね、都内を確認してまいりました。お知らせや説得などによってかなり減りまして、今日の時点でゼロということで、ご協力ありがとうございます。小池百合子の本当の専門は何と言ってもオリンピックで、特に雨傘でございます。小池百合子はパチンコもやってございます。しじさん、おいらパチンコやってきたぜ。しじさん、お店の休業保証の50万円では全然足りないってさ。しじさん、パチンコ屋さんは毎月の台のリース代が250万円、そして電気代が50万円、そして従業員の給与が350万円。しじさん、パチンコ屋さんは月に1000万円かかるんだよ。